2人ですよね。まあ、ペース三遊間初回に点を取るっていうのをこだわってね、やってほしいかな感じますよね。はい、ここは低めいっぱいの変化球で見逃しの三振でした。松本渉がボギー打ち上げました。ファースト右のフライです。風は今日2メートルと弱い風、非常に良さそうですよね。軸足から体重が乗っかったね。しかしレアードライナーで持っていきます。ヘッドの上は越えません。やりますね。左中間方向です。レフトに伸びていきます。高々上がった。また遅れに今度は前へ。ゴグレディのこの取り方を見るとだいぶ取りづらい。豪快な野球になってますね、セ・リーグの方も。さあ佐藤の打球センターへ。しかしここは帽子を取って、んと一瞬ここは相手としては帽子をしっかり初球から打ったが、ここはファーストゴロ。しかし一塁はどうだ。山川がここはギラギラした感じいいと思いますけどね。今度はさばき上げたセンターの前です。左中間相手が追いついて、ここは追いつきました。ボギーの場左中間、これはアイト少し右に寄っていた。追いつけるのか、追いついた。スーパープレー、最後はフェンスに身を預けました。少し痛がらうそぶりを見せましたが、ゆるい球、ダブルの三振。高めのボールを打っていきましたが、ライト伸びが今一つありません。すくい上げました。ここは変化球、3人が集まりますが、セカンド、ここはサードゴロ待っている平野。アウトにしました。ワンダーライカマ詰まっています。ショートフライか。源田取って二塁ランナー残塁、ね、中盤いいピッチングしますからね。バットもありました。三振です。ですからその3人のことを考えると、マリンズが追いつくのか。高めのボール、キャッチャー守り取り切っています。スリーアウト。さあツーアウト。荻野レフトの左を打つヒットになりました。チームの初ヒットは荻野。8回の裏ツーアウトから松本渉ヒットを許しました。ノーヒットノーランはならず。荻野がここは意地を見せました。